ために生きてるのか分かんないの、うん、自分は 何のために生まれてきたのか、はい、何をやり遂げるために成し遂げるために生まれてきたのか全く分からない、はい、全く分からないから、で、セガさんの言われたことをやってたら、僕は一番知りたかったのはね、はい、自分の使命を知りたかったの。はあ、そうなんですね。自分の使命、はい、だって自分の使命なんてさ分かんないじゃん。分かんない。自分の使命で知ってるのは桜庭つゆきっていうだけだよ。ああ、ちょっとそっちの使命挟まってきました。そっちの使命来ました。急によく芸名ですかって言われましたけど、僕は本名なんです。確かに。だから使命が全く、だからその時に言われた、セガさんに言われたのは、自分の使命を分かる方法を教えてくれたんだよね。あ、だからそれが、はい、頼まれ事って言われたんだよ、ね、頼まれ事、うん、だからあなた頼まれ事が来ますかって言われた時にさ、僕は頼まれ事なんかされたことないよ、はい、頼まれ事ってさ、会社とかでさ、はい、コピー取ってこいとかさ、お茶汲んできてとかさ、はい、こうちょっと掃除しろとか言うのが頼まれ事じゃん、はい、でもさ、そんなのさ、あなたじゃなきゃダメだっていう頼まれ事じゃないわけだよ。別に誰だっていいわけだよ、はい、その場にいるから頼まれたようなもんでさ、はいはい、別に自分じゃなくてもいいわけでしょ、はいはい、だからそんなのは頼まれ事じゃなくて、僕が言う頼まれ事っていうのはあなたじゃなきゃダメなんだ、はい、あなたじゃなきゃダメなんだ、あなたにしかできないんだ、あなただから頼むんだっていう頼まれ事ってなかなかないんだよ。そうですね、なかなかないんだ、これが。そう思います。だから僕はセイカさんにさ、はい、あなた頼まれ事来ますかって言われた時に、うん、全く来ませんって言ったんだよ。その時だからセイカさんに言われたのは、それはあなたの顔が悪いって言われた。随分なあれですね、言葉ですね。顔が悪いってなかなかショッキングな、ね、それ言われた時ね、はい、喉まででかかったんだよ。いや、俺あんたよりかっこいいよ。すごい反骨精神が。まだ悪いから。パンクですね。まだ悪いんだから。お前よりマシだよ、お前、あんたよりマシだよ。そうなんですね。だからその時に、はい、その顔が悪いっていう意味っていうのは、別にブサイクとかそういう意味ではなくて、はい、あなた頼み事しづらい顔してるって言われたのね。まあ要するにブスッとしてるってことだよ。はい、不機嫌だってことで、不機嫌だ、不機嫌だから、あなた自分の使命知りたいですかって言われて、知りたいですって言った時に、はい、じゃあ頼まれ事ですよって、はい、あなた頼まれ事来ますかって、いや来ませんですよねって、まず頼まれ事をされやすい自分を演出していってみてはどうでしょうかって言われる、はい、アドバイスが具体的ですね。そう、すごく分かりやすい、すごい分かりやすいんだ、はい、やってみようかなと思うんだよね。そうですね、うん、だから一つ一つ、はい、まあ、青函さんとは3年ぐらいご一緒させていただいて、1年半はべったり一緒にいたからね、はい、いろんな話をしていただいて、だからその時に何をどのようにしていったらいいのかってことを、はい、すごい細かく教えてもらって、あ、これだから、はい、だからまずブスッとしてるから、はいはい、頼まれ事来ないんだよ、はいはい、だからいつも笑顔を心がけてごらんって、うんうんうん、で、口から出る言葉を、はい、愛のある言葉を喋ってごらんって、はい、それは何故でとか説明してもらったんですよ。いや、だから頼まれ事っていうのは、はい、3ヶ月後には必ず来るって言われた。だからいつも笑顔でニコニコと、はい、口から出る言葉は否定的なことは一つも言わない、うん、もうこのこれだけで3ヶ月後には絶対あなたに頼まれ事が来るって言われた。はあ、なるほど。たった3ヶ月で頼まれ事が来るってことは使命が分かるってことですよね。そう、だから自分の、だから、ね、自分は何のために生まれてたのかってずっと思ってたから。はい、そういうことですよね、うん、僕はだって本当に生きる価値がないって自分で思ってたからね。なるほど。だからね、18歳までずっと虐待されて育って、そこから、はい、社会に出ても、はい、どこ行ってもクビになって、はい、だから自分一体何のために生まれてたんだろうかっていうのはずっと思いながら生きていく中で、その自分の使命が知れる方法が頼まれ事、はい、で、その頼まれ事を受けるためにはずっととにかく笑顔でいろって、はい、あとは口から出る言葉は否定的なことを絶対言わない、うん、肯定的なことを喋りなさいと、うんうん、はい、で、あなたの口からもっとありがとうという言葉をもっと発していきなさい。だからこの3つ言われたのね。あー、そうなんですね。だからこの3つを言われて、それを本当実践して、はい、で、千賀さんがもし、多分セイカさんはさ、はい、結構わかる。あの人霊能者だからさ、わかるんだよ。すごいよ、僕ね、セイカさんの思い出いっぱいあるけどね、はい、あの人ね、俺の銀行の残高言ったから、すごいっすね。なんかわかると
ってどの程度分かるんだろうって僕の中で疑問だったんですけど、そこまで分かっちゃいます。そう、はあ、すごい。まあすごかった。絶対バレたくないところですね。そうそうそう、はい、びっくりしたよね。びっくりしますね。で、まあその時に、はい、とにかく3ヶ月間やりなさいと、はい、で、そんな中で多分僕が切羽詰まってるの多分分かったと思うんだよね、はい、で、僕の未来も絶対あの人見えてた。で、もう初っ端に言われたもんね、あなたは絶対話し家になった方がいいって言われた。ああ、そうなんですね、うん、だからあなた落語の世界行ったら絶対売れてたよって言われた。あ、そうなんです、うん、その時は全くそんなさ、落語やりたいなんて思ったこともないし、見たこともない。そうですよね、うん、あの人は絶対未来が見えてた。だからあなたは話し家になった方がいいですよって言われた。あ、そうなんですね。その時この人何言ってんだろうって思ったでも今、プチ話家、うん、もう話家になっちゃった。落語家ではないけど、話し家ではありますもんね。そうそうそう、だからすごいなと今では思う。そうですよね、うん。